シルバーリンク株式会社シルバーリンクは日本のアニメ制作会社朝日放送グループホールディングスの完全子会社シルバーリンクシルバーリンクとクレジットされるフロントラインで制作本部長プリズムワークなどの制作プロデューサーを務めた金子隼人が同社から分社の形で独立し2007年12月に 立ち上げた制作会社。設立当初、作画作業の下受け及びグロス受けを中心に活動していた。2009年に、タゆタマ、ま、キスオンマイディエティマイナスで元受け制作に乗り出し、2010年のバカとテストと召喚獣では制作委員会に初めて出資した。当初は作画、ペイント部門のみであったが2015年より、背景、CG。 撮影部門を設立。2017年より一部作品にて本格的に稼働を開始した。制作作品の編集は主に、片田雄介、または、坪根健太郎が担当している。2016年より制作デスクをチーフマネージャー、設定制作を設定マネージャー、制作進行を制作マネージャーと呼ぶようになった。2012年より、 子会社として株式会社コネクトを設立。同社との共同制作のほか、2019年にはコネクト主体の元受け制作作品も発表している。2016年2月1日に株式会社ビープを吸収合併し、同社の海外同仕事業を引き継いでシルバー・リンク海外部を設立。なお、ビープの名称は、 海外部のブランドとして合併後の一部作品でクレジットされている。自社オリジナルグッズも制作しており、制作したグッズをアニメグッズ販売企業 IDEA クリエイトでネット販売したり、自社制作作品に制作協力として参加することもあるアニメ制作会社 u f o テーブルの関連店舗にて販売している。2012年以降、 年間のテレビアニメ作品の制作本数が急激に増えており、2015年以降は年間に6作品から7作品のテレビアニメ作品を手掛けている。2020年7月17日、シルバーリンクを存続会社として当社唯一の子会社であるコネクトを吸収合併することを官報に広告。これにより、コネクトの権利義務を引き継ぎ、 コネクトは解散となる。なお、コネクトの名称自体は、シルバーリンクの一部門の名称としてそのまま残されている。同年8月3日、朝日放送グループホールディングス株式会社が、シルバーリンクの全員株式を取得する、株式上都契約を締結したと発表した。取得価格は2億5000万円であり、コネクトを 九州合併したシルバーリンクからアニメーション制作事業を新設分割した新会社株式会社シルバーリンクを2020年10月1日付で設立に変更するとともに朝日放送グループホールディングスを引き受け先とする第三者割当増資を実施これにより新社は朝日放送グループホールディングスの完全子会社となるなお 旧社は2020年7月17日の決算広告にて2497万円の最終損失を計上していた。ありがとうございます。